こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今回作るのはですね、これなんですよね、東芝の、T3100 1986年に発売された最初のラップトップコンピューター。実はね、キーボードのところがこう黄色く変色したバージョンなんかも作ってるんですけれども、これを今日は作っていきたいと思います。コンピューターの形状のことを業界ではフォームファクターと呼んでいましたね。まあ、今ではあまりにももう形がデスクトップとかノートとかタブレットとかもう決まってきたんであんまり言われなくなったんですけれども、そのフォームファクターの中の一つ、ラップトップコンピューターというものの一番最初にヒットしたのがこの T3100 です。まあ、液晶ディスプレイをパタリと閉じるクラムシェルデザイン、まあ、二枚貝の形とも呼ばれていますけれども、これの前段階としてですね、液晶はパタリと閉じるんだけれども、まあ、なんとか持ち歩けるというレベル、そういうポータブルのコンピューターを、ラップトップコンピューターと呼んでました。まあ、つまり膝の上でも使えますよという意味で、まあ、ラップトップと言われたんですね。ラップトップコンピューターという言葉がこのマシンをきっかけに定着したわけですけれども、重さはなんと 7.5 キロもあったんですよね。まあ、ちょっとした一体型のデスクトップマシンぐらいの重さがあったということで、まあ、実際に膝の上で使った人がどれだけいたかはちょっと怪しいですよね。とはいえスマートに持ち運べてですね、視認性の高い赤いプラズマディスプレイもかっこよかった。それから CPU も当時としては最先端のインテル80286 8MHz、 さらにですね、これが画期的だったんですけれども、ハードディスクまで入っているということで、ハイエンドユーザー垂涎のマシンになったということなんですよね。当時はまだハードディスクが振動に非常に弱くてですね、私が実際に自分のパソコンの増設用に買ったドライブはですね、片側をテーブルにつけたまま反対側を何センチの高さから落としたら中身壊れちゃうよなんて注意書きが箱にあったぐらいデリケートなもんだったんですよね。そういう時代に持ち運べるコンピューターにハードディスクを内蔵したというのがすごいですよね。これビクター製と言われていたと思うんですけれども、まあ、一説にはですね、ハードディスクのドライブを小さなゴムボールでぐるり全体をくるんだ、まあ、そういう構造だったという説があります。このデザインの最初は1982年にアメリカのグリッドシステム社が発売したグリッドコンパス1101だとされています。まあ、今やね、デザイン思考などの分野で知れ渡ったアイディオの創設者ビリ・モグリッジという人が考えたそうです。まあ、デザイン思考で有名な人が最初のラップトップコンピューターを考えたってなんかすごいですよね。まあ、しかしハードウェアの性能が十分あって、最初に世界的にヒットしたラップトップコンピューターといったらこの東芝の T3100 です。ところでこのデザイン、グリッドシステムズが1982年に特許を申請して1986年に成立したというポータブルコンピューターの特許というのがあるんですけれども、このグリッドを子会社化したタンディという会社がですね、1989年に東芝などの何社かの日本メーカーを特許侵害で訴えたというのはとても有名な事件です。結果的にはクロスライセンスで和解するんですけれども、実はですね、このデザインについてはグリッドコンパスの登場よりもさらに4年ほど前の月刊アスキー創刊1周年の1978年7月号にですね、極楽1号という理想のコンピューターのスケッチが載っているんですよね。これがまさに実はラップトップコンピューターそっくりのデザインだということで、当時ですね、東芝の方からもういろんなあらゆる資料を提出して争ったとお聞きしたんですけれども、このタンディの特許に関しても見ていくとですね、特許以外の引用という項目でオーブンで極楽1アスキーというふうに1978年ということで、その資料の中にも出てきちゃったりとかしてますね。T3100 はいわゆる IBM PC 互換機なんですね。
IBM PC で動くソフトがそのまま使えるということなんですよね。日本版の J3100 はフル互換ではなかったものの、英語版の IBM PC のソフトは、多くが動いたと。結果的にですね、このマシンが注目されたことで日本国内の IBM PC の文化を育てることになったと思います。その後 AX とか DOSV とか、やがて Windows が登場となっていくわけですけれども、この J3100 シリーズは1989年にダイナブック J3100SS という、A4 ファイルサイズで MS-DOS を搭載、それで19万8000円という価格で販売されてですね、これ非常に売れたんですよね。ということで、できました。 T3100 は東芝がノート PC で世界的に最も人気のあるメーカーになるということの原点といえる存在だったと思います。その時代の求められた性能とかデザインとか、いろんなものを総合してですね、最もかっこいいパソコンの一つって言っていいんじゃないでしょうか。これね、僕のこのブロックのシリーズの中でも今のところ一番本物に似てるかなって気もするんですけど、実は見比べるとそうでもないんですけれども、やっぱり印象的な形とこの赤いプラズマ画面ですよね。ということで、来週も作りますので見てください。